なぜ助けに来てくれないんだ。なぜ助けに来てくれない。なぜ助けに来ない。なぜ。何か嬉しいことでもあったの？この前言ってたカウントダウンタイマーのこと？ヒーローさんが死に際に言ってたわ。あれは誰かが君の注意をそらすためにわざと見せたもの。その人は誰かしら。心当たりがあるの？やる気満々ね。本当におバカさんね。出発するわよ。ブラックゲートがこの世界を飲み込む前に破壊しないと。この子もう待ちきれないぞ。僕が勝ったらご褒美をちょうだい。ここなら大丈夫でしょう。レチェール先生の理論によると、どんなに大きなブラックゲートでもブラックゲートであることは変わらない。いつも通りブラックゲートの核を抜き出せば破壊できるはずよ。でもこのブラックゲートは大きすぎて、私にも内部の全貌が把握できないわ。だから浄化されたブラックゲートの核のエネルギーが必要よ。これらのブラックゲートの核はもう君に浄化されている。その中に蓄えられているのは原力のような激しいエネルギーではなく、波長が穏やかな平和をもたらすエネルギーなの。私は自分の体を通してこのエネルギーをブラックゲートに集中させるわ。これは君が入れてくれたエネルギーを、奇跡を起こしましょう。ゆっくり。僕が勝ったらご褒美をちょうだい。1、2の3、動くな。来たよ。やっと一息つける。ダーリン。1、2の3、動くな。来たよ。万物を貫け。ダーリン、やっと一息つける。しばらくの間クリアね。次は君の声を聞かせて。ああ、見つけた。 あなたは久しぶりだね。
んで、一体どうして。なんでってネーワはヌルに聞いてるの。ヌルはなんでここにいるってこと。ヒーローがヌルにここにいてほしいからヌルはここにいるの。ヒーローはヌルが意志を継いで最後の願いを叶えてほしいと思ってるの。ねえ、ネーワ、ネーワが持ってるキューブヌルに渡してくれる。ブラックゲートが破壊されたらヌルは困るから。なるほどね。あなたはヒーローさんのためにリビングデッドになり、ヒーローさんに体を保存してもらってたのね。ヌル、この核は渡せないわ。この世界がブラックゲートに飲み込まれるのを黙って見てるわけにはいかない。ブラックゲートが破壊されればあなたもヒーローさんから解放されるのよ。解放？違う。ヒーローさんはいい人だよ。彼がやってることは正しいに決まってる。新しい世界、新しい未来、必ず来るよ。ヒーローの願いを叶えるためにヌルはネーワを殺すしかない。あ、ついでに隣の人も殺しちゃうね。今のヌルはまだうまく力をコントロールできないから、とても痛くてとても苦しいよ。そう、仕方ないわね。来なさい。うん。僕が勝ったらご褒美をちょうだい。1、2、3、動くな。力を引きました。なーに。うん、やっと一息つける。なーに。1、2、3、動くな。箱の中を見たい。僕が勝ったらご褒美をちょうだい。来たよ。やっと一息つける。1、2、3、動くな。あれが最後の骨格なのね。大丈夫、私は平気。体が通路となった今、エネルギーの転送が終わると君はただの抜け殻となる。それでも平気だと言えるのか。たとえこのブラックゲートの核を手に入れても、浄化するのにどのくらいの生命力が必要だと思う。浄化すれば確実に死ぬぞ。生きたくないのか。そうなら骨格を一つ壊せ。壊さないと全骨格のエネルギーが転送され、もう後戻りできなくなるぞ。お前に迷っている時間は残されていない。奇跡を起こす骨格で世界を救うのか、それとも世界を捨てアントネーヴァを救うのか、お前が選べ。所詮こんなものか。
少しも変わらないな。いいえ、人間をあまり見下さない方がいいわよ、神様。なんだと？骨格はもう壊された。今さら何をするつもりだ。もうできることなどないぞ。もちろん、それは私にしかできないことよ。隊長、ありがとう。その気持ち、すごく嬉しい。あなたのことは絶対に忘れないわ。でも、あなたがここに残るわけにはいかない。前に言ったでしょ。危険な時には、私が盾になって、あなたを守るって。そして、生きて、ヒーローを倒す方法を見つけて、助けに戻ってきて。箱舟があなたをここから連れ出してくれるわ。何としてでも生きて。